します。でもビールって全部横浜で作られてるんですか？1階の方で作ってます。弊社として非常に大事にしているのが、物ではなくて人を伝えたいっていう会社なんです。クラフトビールってやっぱり一つこういいところとして、作り手と飲み手の距離が近いっていうところがあると思うんですね。ですので、こうガラス越しに作ってるところを実際こうご覧いただきながら、もうリアルにその場でできた出来たてを飲んでいただくといったような関わりをすごく大事にしています。クラフトビールそのものが一括りにしてこう大きなビールっていうことではなくて、季節とかその地域によっていろんな個が生み出されているわけ で、そういう個を尊重するっていう考え方ですかね、まあ、そういうのが非常にこうクラフトビール の考え方とその理念が共通するのがあるなとは感じています。横浜ビールは好きですか？好きです。友達がいっぱいできました。やっぱり人と人と関わり合いを作る上において一番大事なのがリスペクトだったり笑顔だったりっていうところだと思うんですね。でそういったものを仲立ちするのがビールじゃないかなっていう考えがありまして、で非常に共感できるキャッチだと思いました。